どういう人がこう成功するというか、どういう人だったらなんか頑張らせてみようって会長だと思いますか？残酷すぎて言えないよね。だってダメな子はダメなの。ちなみに会長がこのアーティストさんでも何でもいいんですけど、売れると思ったら売れます？そんな、それは全然そんなことはないんですか？ない。売れると思ってみんなやるけど、売れる子は目立つから売れた時に売れたってなるけど、売れなかった子もいっぱいいるけど、売れなかった子は結局目立たないから、あまり目立たないだけで全部売れるわけじゃないよ。あ、そうなんですね。だっていろんな条件が重なって、もう社会現象とかまで含めて売れるっていう風になっていくわけだから、こう自分のコントロールだけでなんかできるわけじゃない。売れる人と売れない人の差って何なんですか？なんだろうね、その時代にマッチするしないっていうのはすごいあると思うけど、と直接関わることはなるべくずるいんだけど避けて曲を作る方に向いてるよ。大変なんだよ。どういうところ？あなたみたいな人がいっぱいいると思えばいい。僕みたいな人ですか？大変でしょ。だってもうああではこうだ、うわーでもないこうでもないって。そうです。じゃあみんな言うこと聞かなきゃいけないからさ。みんなわがままなんですか？わがままと自己主張だからさ、この狭間なのよ。狭間なんですね。だからややこしいのよ。それ以上言っちゃうとわがままって言われるし、それよりないと主張がないっていう人になっちゃうし、っていう。やっぱじゃあ売れる人っていうかアーティストの人って自己主張強い人ばっかなんですか？まあ自己主張だからわがまま区別が難しいけど、ない人は売れないかな。売れる売れないの、その何だろう、そのレベルが違うんだけどさ、はい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 、ある程度は売れるかもしれないけど、ずば抜けて売れる人で自己主張がないとかわがままじゃない人っていうのは、いないんじゃないかな。会長にもわがまま言うんですか？言うよ。言うんすか？わがままだから自己主張かもしれないですよ、本人からすれば。私はこうしたいんですっていう主張が、普通から見ればわがままっていうふうに聞こえるかもしれないけど、それをだからギリギリ解釈して、いやこれは自己主張だってしてやるかやらないかじゃん。すごいっすね。すごくないですか？いや面白いです。ちなみに、まあ、これを見てる方でそういう芸能界目指してるね、まあ、親御さんとかお子さんもいらっしゃると思うんですけど、どういう人がこう成功するというか、どういう人だったらなんか頑張らせてみようって会長だと思いますか？多分夢見てる人いっぱい見てると思うんですよ。なんか成功とかチャンスのきっかけじゃないですけど、なんかヒントがあれば。残酷すぎて言えないよね。残酷すぎて言えないですか？それ聞きたいっす。だってダメな子はダメだもん。それはでも俺の見る目が必ずしも正しくないから、他行けばいいかもしれないけど、自分がいいと思わなかったら売りたくなるわけないじゃん。自分がいいと思うかじゃん、俺が。だから残酷だけど、俺がいいと思わなかったら他行った方がいいね。俺だったらね。うちの会社にもいろいろいるけど。どういう人いいと思うんですか？それ声だったり、もう全体的なものだよね。俺の中にはここがダメならもうダメで、ここがダメだったらこっちが良ければいいとか、いろいろあるのよ。でももう古いかもしれない、俺の思ってることは。今売れてる子ってそれに全然当てはまってない子もいるから、俺はもう昭和の終わったおじいさんだから。いや何してるんですか？いや本当に、だから今売れてる子って、まあ、割と歌もうまいって、みたいな子多いけど、俺の時は歌はとりあえずうまくすればいいみたいなところがありましたけど、今売れてる子たちで、なんでこの人たち売れてるんだろうなとか、そういう松浦さんからしてちょっとハテナがつくような人たちっているんですか？あのね、ハテナはつかないんだよ、はい、売れてすると、なるほどね、これは売れるよねって思う。でもそこに何か、なんで思いつかなかったのかとか思ったりもするけどさ、まあ、いろんなオーディション番組から出てきた子たちとか、仕掛けで売れてる子たちとか見ても、まあ、長続きするのかな、しないのかなとかっていう見方もするし、外に顔を出してない子たち、もう売れてて、でも歌はやっぱいいな、ここね、なんで俺らやんなかったのかな。で、俺やるんだったら絶対に、その、なんか昔からそうなんだけどさ、
アーティストのふりしたアイドルっぽいのが好きで、見かけもいいし、うん、アーティスト性もあるって、まあ、それは一番いいんだけどさ、うん、そういうのをやっぱり自分は狙いに行っちゃうんで、うん、あの全部顔を出さないとかっていうのはあんま好きじゃないけど、あ、そう今流行ってますよね、うん、でもね、誰とは言えないんだけど、誰とは言えないっていうのは自分が作ってるっていう公表してないんで、今やってる子もあの可愛いですよ。でも顔出してないですね。なんかやっぱ顔出さない方がなんか今は神秘的っていうか、なんだろうな。でも出た時にさ、やっぱ可愛い方がいいわけじゃん。うん、可愛くないから出してないとも思わないんだよね、出してない方が。やっぱあえて出してないんだろうね、その想像をかきたてるみたいな。そういう今なんかそういう売り方が流行っているけど、まあ、次どうなるかね。そういうふうに昔もやり方があって、うん、例えばその CM だけで CM ソングとしてすごい売れてるのに誰が歌ってるか分かんないっていう時代もあったんだけど、その次はもう思いっきり歌って踊れる人が売れたし、うん、繰り返しなんだね。なるほど、時代ってことですよね、うん、そういうことです。だから今は LBX の時代ではないなと思っているけど、まあそのうちまた僕らの時代も来るかもしれないんで、あまり焦らずに、うん、あの今は僕はそのとりあえず曲を作っているっていう、誰に歌わせるかも決まってないけど、とりあえずいい曲を作るっていうことに集中している。そのうちあの、ま、時代は必ず回るんで。え、今まで手掛けられたそのアーティストさんのライブ映像とかってやっぱ見るんですか？まあ、見るけど何百回も見るとかそういうのがない。むしろそれだったら他の海外の方の方が見るかな。でもね、邦楽のアーティストは見ないですね。あ、そうなんですか、ね、見たくもない、見たくもない、聞きたくもないそんなですか、うん、洋楽の方がいいんですか？もともと洋楽から来てるからっていうのもあるけど、なんか邦楽聞いちゃうとなんか真似しちゃったら嫌だなって。ああ、さ、そういうところからなんですね。っていうかムカつくじゃん、いや、ね、これはあの本当に音楽が好きな人だったら、はい、あれはいいから聞くってなるのかもしれないけど、俺は音楽が好きなのかビジネスが好きなのかちょっと微妙なところがあるから、別に聞かなくてもできるし、全く聞かない。一回聞けば分かるしみたいな。あ、こういうのねみたいなのってもう聞かないみたいな。宇多田ヒカルのアルバム一切聞いたことない。それはね、いいか悪いか分かんないです。良くないのかもしれない。うちの会社のディレクターとかもいろんな、ね、ところ、会社、他の会社の CD を聴いてる人もいっぱいいるけど、俺は聴かない。やっぱ自分のところが。自分のところっていうか、むしろ時間もないよね。デモテープ聴いてる時間が忙しいから。でもね、良くないかなとは思うよ。ちゃんと聴いた方がいいのかなと思うけど、なんか悔しいっていうのは。なるほどですね。聴きたくねえよ。要は、強豪だからってことですよね。うん、ライバルっていうか。絶対買わねえと。あ、1円もうち売り上げに貢献して、やっぱり。せこいんだよ。いやいやいや、でもそういう気持ちって大事っすよね。ちょっと前編でもあのお話聞いてと思ったんですけど、やっぱりその競合よりいかに、ライバルよりいかにいいものを出すかっていうのをやっぱ最初に軸にされてたって聞いて、そういうのすごく僕で言うと競合の青汁は飲みたくないみたいなもんですよね。まあそれもあるし、飲む人もいるでしょ。飲む人もそうですよね。飲んで研究する方が正しいかもしれないや。僕も飲みたくないタイプです。はい、松永会長の人となりを知れてよかったです。勉強になりました。ありがとうございます。ありがとうございます。